俺たちはお互いゆっくりうなずくと十円玉の上に指を乗せた。始まるのか。10月9日金曜日、4日後か。放課後を知らせるチャイムが校内に響き渡り、その後に教室の扉がガラガラと開く音が続く。明日が土曜日だからか、生徒たちはいつもよりリラックスした様子で、穏やかな時間が流れ始めた。俺はカバンを背負い上げると、二つ隣のクラスへ足を運ぶ。俺はいつも通りに生活しているつもりだが、じんわりと嫌な汗をこぼしていた。あの占いから4日が経過していて、今日俺らの知っている誰かが死ぬかもしれないからだ。図書室で行った占いでは、死神さんから4日後にどこで誰が死ぬのかはっきりと予言が出ていた。2年 D 組、黒星がいるクラス、それと今日死ぬかもしれない吉本優香も在籍している。日本くん、おう黒星、どうなんだよ吉本の様子は。黒星は教室から出てくると廊下の隅で話そうと、俺の袖を引っ張った。吉本ちゃん、朝からこっそり観察させてもらってるけど、特に変わった様子はないかな。そうか。でも、吉本ってメンヘラなんだろ？俺のクラスの女子が話してたぞ。あいつ、SNS の裏アカウントで友達の陰口言いまくったり、自傷行為をほのめかす発言したり、いろいろとやばいって。普段はおとなしい印象だけど、連れ添う友達はちゃんとしているみたいだよ。そんな風には見えなかったけど。いやいや、黒星わかってねえな。女は難しい生き物なんだぞ。ああ見えてめちゃめちゃ深い裏があるんだって。人間誰しも裏の顔があって当たり前だと思うけどね。とりあえずまだ今日は終わっていない。日本くん、昨日話したことだけど、日をまたぐまで吉本を追跡するんだろ。わかってるぜ。ちゃんと準備してきたから安心してくれ。準備？俺はいつもより膨らんだ通学用のリュックサックの口を開けて、中のものを次々と取り出してみせた。水、軍手、懐中電灯、レジャーシート、ホイッスル、乾パン。いや、一日だけなんだから普通にパンとかでいいじゃん。防災グッズかな。水を入れるとおにぎりになるやつもあるぜ。日本くんは頼もしいな。任せろ。ちゃんと黒星の分まで用意したぜ。もしかしたら野宿せざるを得ない場合も予想されるだろう。必要そうなものはすべて前日にホームセンターで買い出し済みだ。大事な時に腹が減って動けなかったら大変だしな。あ、吉本さんが教室を出たよ。マジか。気づかれないように尾行するぞ。この黒星の裏は一体どんな感じなんだろうね。吉本はずっとうつむいたまま、スマホもいじらず一人で街をふらついていた。俺たちは見失わないように後を追うが、
まるで身を隠す必要もない気がするくらい、吉本は心ここにあらずな様子だ。どこへ行こうかも何も考えずに歩いているのか、街を通り過ぎると思いきや、進行を来た道に戻ったり、ベンチに座ってぼーっとしたり、旗から見てかなり変人の挙動である。あいつやばくね？うん。尾行を開始して2時間くらい過ぎただろうか。時刻は17時半を過ぎていた。季節は10月に入ったこともあって、日が落ちるのもだんだん早くなっている。もう向こうの空は薄暗い。本格的に夜になった後にもし見失ったら、見つけることは不可能かもしれない。しっかり見張らないと。あ、吉本、商店街から出たな。日本くん、あの方向は南の森公園だよ。公園か、さっきの動画そんな感じだったよね。南の森公園、確か昔は森だったが、芝を敷いてゴルフ場に改装した後、公園に作り替えた広くて自然の多い都立公園だ。昔家族でバーベキューをしたり、クワガタを取ったりと遊びに来た思い出がいくつかある。かなりの木々に囲まれた公園の入り口に、吸い込まれるように吉本が入っていった。不思議だ。まだ人が歩いていてもおかしくない時間帯なのに、俺と黒星以外、あたりに人がいない。公園周辺の雰囲気も、うっそうとしている。こんなに恐ろしげなところだったっけ？違うよな。だってここ、普段はたくさんの子供が遊びに来るようなところだぞ。この公園に入ったら、悪いことが起こりそうな、そんな嫌な予感しかしない。日本くんってば。え？さっきからずっと何度も名前を呼んでるのに反応してくれないんだもん。なんかいろいろ考えちまって。そんなことより、ほら、吉本さん追いかけないと。そうだ、黒星の言う通りだ。こんなところに突っ立っている暇はなかった。俺たちは吉本の後を追って南の森公園に入る。あれ？園内は思ったよりかなり暗くて視界が悪い。街灯はあるものの、歩道を照らす程度のもので頼りにならなかった。吉本はどこだ？俺は辺りを見渡す。あいつがいない。周囲に人間が誰一人いない。見失っちゃったのかな。そうらしい。吉本さんのことを探す？もう空は真っ暗だけど。もちろん探す。ここまで来たんだ。きっと吉本はまだ近くにいるはずだし。そうだよね。俺は制服のポケットからスマホを取り出して、カメラのアプリケーションを起動し、ムービーモードの録画開始ボタンを押した。え、もう録画し始めるの？そうだよ、その方がリアルな感じがするだろ。多めに動画撮っといて損はないしな。黒星、とりあえずあっちの茂った道に進むぞ。わかった。あと懐中電灯で辺りを照らす係頼めるか？うん、任せて。よっす、マヒマヒ TV のマヒマヒです。今回はなんとなんとなんと、閲覧注意な動画になるかもしれません。俺は普段 YouTube に投稿する動画を撮る時のテンションでカメラに向かいトークを始める。
もちろん声は小さくひそひそ話すように喋っている。いきなりですが、皆さんは死神さんという占いを知っていますか？この占いをすると、4日後にどこで誰が死ぬのか、死神から予言を教えてもらえるらしいんです。本当だったらめちゃくちゃすごいですよね。というわけで、俺はこれから死神さんの占いが本当に当たるのか、検証してみたいと思います。黒星と一緒に林をかき分けて遊具が置かれている運動場とは真反対の、人が近寄らないであろう森の方へと獣道をかき分ける。4日前、俺が占いをした時の結果は、4日後、南の森公園で吉本優香が死ぬでした。そんなこと言っちゃって大丈夫な？吉本さんとは同じ学校に通っていることくらいしか共通点はありません。死神さんが予言した通り、本当に彼女が今日死んでしまう運命なら、一体どのような理由で死ぬのか、とても興味があります。日本くん、そうなの？いやいや、こういうふうに言った方が盛り上がるかと思ってさ。人気の動画投稿者はこんな風に喋ってるの見たことあるし。そっか。黒星と会話していると、すぐ近くで草が揺れる音が聞こえた。音は一度聞こえると、また静かになる。もしかして、すぐそこに吉本がいるのか？俺は黒星と顔を合わせると、音が聞こえた先に忍び足で近づき、茂みを手でかき分けてみた。あった。いましたね。茂みの先にはロープで首をつっている吉本優香がいた。ぶらりぶらりと力なくマネキンのように動かない人間の姿が目の前で揺れる。予想外の出来事に体が震えて、録画中のスマホ画面がガタガタとぶれる。これ自殺か？草加くんって言うんだ。日本くんじゃなかった。草加くん。吉本さん、本当に死んでるよ。なあ、本当に吉本優香が死んだ。死神さんの言う通りに。すごいじゃんか。占いが的中した。信じらんねえ。俺はスマホのカメラで吉本に近づき、ぐるりと角度を変えながら首吊りの様子を撮影する。こんなヤバいものが撮れちゃうなんて、俺ラッキーだわ。草加くん、皆さん、死神さんの予言が当たりましたよ。俺めちゃめちゃびっくりしてます。オカルトのパワーすげえっす。吉本が死ぬ日も場所もちゃんと的中させた。草加くんってば。あ？もう撮影はいいでしょ。早くここを離れよう。だな。行くか。黒星が来た道とは違う方向へ行こうと提案したので、森を抜け別の出入り口へと向かう。俺たちの足取りは速い。ねえ、さっ
きの首吊り、取れたんだよね。ああ、ちゃんと収めたはずだ。ああ、早く家に帰って動画編集がしたい。こんなレアな映像、誰も見たことがないはずだ。最近の再生数は全く鳴かず飛ばずだったけど、これなら間違いなく期待できる。そう、大丈夫？なんか足取りおかしいよ。あ、本当だ。マジでやばいわ。草加くん、焦点合ってないよ。こんなの世に出たらバズるの間違いないっしょ。一番最初の動画の時に戻りましたね。うおー、バズったねー。ん？何これ、マヒマヒ TV、 聞いたことないな。高校生が動画上げてるんだ。あ？何この動画。どうした？面白い動画でも発掘した？これ見て。マヒマヒ TV のチャンネルにアップロードした動画。閲覧注意。占いの結果通り人が死ぬのか検証してみた。マジ怖い。南の森公園で吉本が自殺したところを発見した瞬間をカメラで収めたこの動画は、俺の予想通りかなりの再生数を稼いだ。土日だけでこの数字、こんなヒットは今までで初めてだった。もちろん公園の名前も吉本の名前も伏せてあるし、場所が特定されないよう映像にはたくさんのモザイクをかけたので警察にもバレないだろう。吉本の自殺は学校内で噂になるかは時間の問題だが、すぐには騒がれないはず。吉本は目立たない存在だって黒星も言ってたし、まあ特に心配することはない。マジ？それにしても死神さん、マジですげえ。あんな簡単な占いだけで死を予言できるなんて。来週も黒星に相談してもう一度占いをしてみるか。そして俺たちは死神さんを使って吉本優香の他に、うちの学校の用務員のおばさん朝倉和歌子、黒星の通う塾講師山枝俊の死体を撮影し YouTube に動画を上げた。もちろん動画の再生数は40万50万と、嬉しいことに右肩上がり。着々にチャンネルのファンも増え、生配信で見たいというコメントが2万以上寄せられているほどだ。撮影のために死体を見ることになるのは正直気が引けるが、トップの動画投稿者になるためだと思えば我慢できる。いや、もうすでに。もしかしたら人の死を見ても恐怖を感じないのかもしれない。草加くん、チャンネル登録者2万人突破おめでとう。おお、黒星が協力してくれるおかげだよ。ありがとな。僕草加くんの役に立ててるの？当たり前じゃん。お前がいないとやってけないって。死神さんは一人で占っちゃいけないルールもあるし、まだまだこいつの力を借りないとな。そう、よかった。
黒星学。ちょっと不思議くんなところもあるけど、俺に純情だし何でも協力してくれるし、めちゃめちゃいいやつ。でも時々こいつが何を考えてるかわからなくなる時がある。この笑顔に何か得体の知れない疎ましい思想があるんじゃないかとつい疑ってしまう。本当は友人をそんな風に思うのは良くないって分かってるんだけど。絶対裏あるよね。マナブくんは絶対に裏がある。11月2日月曜日。まひるくん、最近黒星くんと仲いいのね。4次元目の授業をサボるために仮病を使って保健室のソファーにもたれていたところだった。猫屋敷先生が急須でお茶を入れながら俺に話しかける。まあそうっすねこの間放課後2人が図書室へ入るのを見かけたわよ。勉強でも教えてもらってるの？ああそんなところです。いいわね、勉強を教えてくれる友達って。ん？まひるくん、またスマホで動画サイト見てる。これは間違いなくスマホ依存症ね。はあ、やれやれ。それ見すぎないように気をつけないと。ああ違った、これ先生の方か。それ見すぎないように気をつけないと、後戻りできないくらいに悪化して施設送りになっちゃうんだから。スマホ依存症？違う、これは再生数を確認するために画面を見ているだけだ。俺は病気じゃない。人気の動画投稿者は分析力が大事なんだよ。猫屋敷先生にはわからないだろうけど。そういや先生ってあれから俺のチャンネル見てくれてんの？最近バズりまくってんだぜ。ああ先生テレビっ子だから携帯で動画は見ないのよ。大きな画面で見たいしね。マジ？もったいね。昨今は動画配信サイトや SNS が進化したせいで、子供が過激な動画を簡単に見れちゃうでしょ。そういうの先生は反対派だからね。あまりネットを見たくないってのもあるわ。10年前はこんな世の中じゃなかったのにな。俺はむしろ今の情報社会に生まれてめちゃめちゃ楽しいけどな。だって子供でも大人より面白いネタをみんなに見せれば一気に人気者になれる。一発逆転のチャンスが常に誰にでもある平等に、誰にでも平等にあるんだぜ。わーお、目キラッキラじゃないの。で、まひるくんはメロンパン動画でバズれたの？違う、今は別の新ネタがめちゃくちゃ再生数伸びてるんですよ。わあいいのこれ見せちゃって。俺は一番新しい動画、閲覧注意、占いの結果通り人が死ぬのか検証してみた3、まひまひ TV を画面に映し出して先生に見せてあげた。これまあホラー苦手だったら見ない方がいいかもだけど、裏掲示板でもかなり話題になってスレもたくさんあって。猫屋敷先生は食い入るようにスマホを見つめている。まあ確かにこんな動画テレビじゃ見られないだろうし、面白くてつい集中しちゃうよな。もしかして先生もうちのチャンネルファンになっちゃったり？それはそれで面白いな。先生どう？
これ画面がほぼモザイクで隠されてるけど作り物なんでしょ？よくできてるわ、本当に。いや、作り物じゃないけど。でも制作裏は絶対秘密にしようって黒星にも言われたし、本当に人間の死体を撮影してるんだよって教えてあげたいところだけど、我慢するか。完成度高いっしょ。うん、先日の隣町の塾講師が塾の入ってる雑居ビルの倉庫で殺害された未解決の殺人事件、そのニュースで見た映像と雰囲気がすごく似てたからちょっと驚いちゃってね。そうなんすか。いや、俺最近テレビ見なくなっちゃったからそんな事件知らなかったな。先生？彼氏とかだったのかな。あ、昼休みのチャイム。さあ、おさぼりくん、教室に戻りなさい。あ、うん。猫屋敷先生、あの動画見てからなんか様子がおかしいな。まるで考え事をしているような顔だ。見せない方が良かったのか？それとも塾講師が殺害されてるから殺人犯とかだったりするのかな。あ、日下くん保健室にいたんだ。食堂行かない？黒星、あのさ、今猫屋敷先生にこの前アップした動画見せたんだよ。え？そしたらこの間の殺人事件と映像が似てる、よくできてるって言われて。ああ、まずかったかな。でも先生、普段 YouTube 見ないらしいし、いいかなって。それは。黒星の顔が急に暗くなる。はい、黒星、心配ないよ。先生は俺たちの動画作り物だと思ってるんだからさ。でも急に猫屋敷先生が他の先生にこの話をして、いろんな大人にこの動画のことを問い詰められたら、死神さんの活動はできなくなるよ。はあ？そんなのダメだ。死神さんの動画シリーズはまだ始動したばかりなのに。まだまだ死体発見動画を上げて、俺はもっとたくさんの人たちに認知されないといけないのに。日下くん、本当に先生はこの動画が作り物だと思い込んでくれたんだよね。多分。じゃあその可能性にかけよう。日下くんはできるだけ死神さんの動画を作ってアップしたいんだもんね。ああ、その通りだ。わかった。でも今後一切自分からマヒマヒ TV の話はしない方がいいよ。そうするよ。黒星に怒られるのは嫌だし、なんか死神さんと関係してんのかなこの人。関係してそうだな。それにしてもなんだか人生って不思議だ。意外となんとかなるように物事ができてるっつうか、バズるネタに困って周りに助けを求めれば、黒星と出会って死神さんを教えてもらって、望んだ通りの結果を手にできて。そんで猫屋敷先生に死神さんの動画見せたら、黒星が先生を警戒して、その放課後に占った死神さんでこんな結果が出ちゃうんだから。4日後、学校で。
猫屋敷何子かなが死ぬ。